リリーちゃんです。うさんくさくないのアラフ TV です。あ、じゃあもうお肉焼くよ。あ、嘘。あ、でなリエちゃんが働いて、すごい。つまり何もしてないで、ね、すごい。あ、やっぱもうやんちゃかぶりでしょ。あ、やったやったやった。イエーイ。ちょっとおでこがちょっとずっと、やばいこの撮影。たまに見る。やばい、ペタバがはみ出てる。鏡大丈夫だよ。なんで大丈夫なんすか。なんで大丈夫なんすか。意味がわかんない。大丈夫、大丈夫、ありがとう。なんで大丈夫なんすか。私がふやきゃ、オーケー。言っとくね、オーダー、オーダー。あのね、言っとくの大事ね。好みを伝えるの、よく、何や、何言ってるの。よく焼き派ね、よく焼く派ね。私、私、当たったことあるの、好むもんで。あ、そう。私でも昔からお肉は生で食べれない。食べれないんだ。ユッケも食べられない。お刺身もダメだし。あ、そうなんだ。生がダメ。生がダメなんだね。総合的にダメ。リエちゃんはトラウマで。総合的にダメ。あれ、いつ噛んで飲み込んでいいか分かんなくなる。いつ飲み込んでいいか分かんない。土曜日をして。すごい。共感。共感。共感の嵐。さやかちゃんは、一回結婚したよね。で、やって、もうやって結婚した。ピーちゃん。そうそうそう。どうやって結婚した？え、これお悩み相談室になるの？参考にならないんじゃないかってこと？ノリで結婚した。シャ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 。ほら、ピーちゃんはノリじゃ嫌なのか？嫌でしょ、普通。それでも、それでも、ノリなんだったら、恋愛全くなくて。なんか恋愛だったらこうなっちゃうよなってあるじゃん、自分の癖みたいな。こうなっちゃうからこの人結婚向いてないとかじゃなくて、この人だったら恋愛にならないから、もしかしたら結婚相手だったらいいんじゃないかもしれない、かもしれないと思って結婚してみたの。ノリじゃんよったら。付き合ったこともいいよ、セックスもいいよ。あ、友達でみたいな。友達10年知ってるの。ああ、なるほど。付き合ったことないから、その男女の関係ではないので。10年知ってるってことは、まあ、嫌なやつではない。でも向こうも結婚できてないってなったら、いけるかもしんないみたいな。って言ったら、あ、いいねみたいな。じゃあやっちゃうみたいな。もうそこ離婚したんだけどね。付き合ったことないもんね。離婚したことないよ。でもその判断ちょっと正しかった気がする。正しいっていうか、今までこれで結婚してなかったわけじゃん、自分が。恋愛やって、なんだかんだこういう人と結婚したいなみたいな。私も面白いな。何喋ったか忘れちゃった。今の電話で飛んじゃった。りえちゃんはなんで結婚できたのかを聞きたいんです。え、それはちょっと言い過ぎちゃダメだよ。え、言い過ぎじゃない。なんで結婚できたのかを聞きたい。りえちゃんは彼氏はできるような、好きな人もできるよね。だけど彼氏はできるけど結婚に行かないんだよね。結婚に行きたいの。結婚に行きたいんだ。子供欲しい。子供欲しい。ああ、だったら結婚した方がいいね。でも子供が先でもいいと思う、むしろ。ああ、確かに。私その離婚するときに子供がいたら多分してなかった。一人だからさ、みんなが離婚するって、別れると一緒、別れるの、もう離婚するのってなんか多分一緒の感覚で言ったの。そのまま離婚しちゃったんだけど。だからその恋愛じゃなかったけど、人とした見たらパートナーって考えたらいいのかもと思って結婚したんだけど、実際にそうパートナーとしてね、将来共にする友達じゃないけど、恋愛だったらしんどいわけ。やっぱその嫉妬とかで、なんか単身帰ってくるのとか言いたくないじゃん。結婚したまで旦那帰ってこないんではないとか言いたくないじゃん。だからそれがないためには、その恋愛から行かない方がいいのかな。最近そう思っていて、まあ、それって間違いなのかなって思う。間違いは多分この世に一個もない。トライしてみよう。トライしたい。トライしていないことには分かんないじゃん。ごめんなさい。やってみよう、やってみよう。やってみないか分かんないから。トライしたらいいね。だったらやった方がいい。もう今すぐ結婚しようじゃん。男呼んで。私、ハンドパス。今日結婚できる人。それでやってくれるような人がいいかもしれない。そういう人の方が。あの、結婚したいしな、子供欲しいしな、じゃあ俺行くみたいな。そういう人がいい。え、でもそういう人がいいと思う。責任感もある。青木さん。責任感ある。あるよ。あるよ。それあるある。あるある。逆に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 ある。男なんだ。あー。でも、できれば結婚はしたいわけ。できればしたいよね。そう、できればしたい。子供が欲しかったらもっとしたいよ。けどなんか、それに見合う男がいないわけ。自分にそんなこと言わない。いや、でもわかる。めちゃめちゃ言うけど、世の中の男子が本当に言いたい。年上
父親があんまりいなくなって、いたとしても、すげえ上から見せてくるやつが、なんか俺は、だから上から見せてくる黙るんだよ確かに。いや私が言いたくねえんだろうなと思いながら、結婚もしたいし、諦めてもないんだけど、できればしたいし、できれば女としていたいし、猫と言いたいけど、でもお姉さんでもいなきゃいけなくて、でも、とか言ってたよ。でもなんか、はいってやんなきゃいけない。でもどっちもなんか嫌なの、今。やりたくないよね。そう。どっちにもやりたくないから、どっちも嫌だな、みたいな。難しい年頃。だよね。簡単にまとめた。難しい年頃。難しい年頃。